もう綿毛いっぱい落ちてるね。ほら、このポプラの、ね、綿毛なんだけど、もう落ちきっちゃったかな。ポプラの綿毛ってさ、毎年さ、綿毛飛んでくるの。綿毛飛んでくるってこと。このポプラのから綿毛がね、いっぱい落ちてくるね。ほら、すんごいいっぱいある。もう綿毛はほら、もうちっちゃった、ちっちゃってなくなったやつね。あーでもなんかまだついてる。ここについてるやつあった。ついてる、ちょっとついてる。ついてる。ん、なんか、なんか綿が出てくる。風が吹いたらね、ふわーっとね、落ちてくる。父ちゃん、落ちてる芝生もさ、取ってもいい？いいよ。綿毛はほとんどが実というか、うわ、あれが多いね。種、種っていうかね、綿の部分が少ないね。うん、はい、入れてください。風が吹くといっぱい来るね。お、太郎出てきた。太郎出てきた。太郎拾ってよ。太郎拾えない。太郎も拾ってよ。あ、太郎口くわえて、口くわえてきた。うん、ね、うわ、飛んでっちゃったわ、本当に。飛んでる飛んでる。うん、あ、太郎の鼻に、太郎の鼻、頭についてる。太郎が鼻の頭、あ、飛んでった。ん、何？マイマイカ。マイマイカの幼虫。あ、ちっちゃいな。ちっちゃい頃はね、マイマイカの幼虫もね、毒がある。知ってる？うん、ちっちゃい、マイマイ、ちっちゃい、ちっちゃい。よし、だいぶ集まったぞ。だいぶ集まったぞ。だいぶ集まったんじゃない？じゃあ持ってきて、そのこの上に、この上に広げてください。でででん。結構いっぱいある。結構いっぱいあるね。大丈夫？大丈夫？よし。うお、結構いっぱいあるな。すごい。マッキーズ。ん？じゃあやってください。やりますか。うまくいくかな。はい、はい、それでは三田さん、やってみてください。吸って、落ち着いたら、おお、一瞬で、お、一瞬で広がった。一瞬で、綿の部分だけなくなっちゃった。ありゃ、あれ、綿の部分、もう一回つけてみて。綿の部分だけしか思えなかったね。そんな面白くなかった。はい、もう一度、はい、どうぞ。おお、なかなかすごい。終わり。はい、終わり太郎。はい、太郎終わりです。はい、伸びをします。